エリシャイ・イライスは、幕末の函館に来航したアメリカ合衆国の外交官である、初代函館領事を務めた、メイン州の生まれ。安政4年、貿易事務官として、タウンゼント・ハリスが下田に来航した8ヶ月後に、突然、捕鯨船であるアンテリオー号に乗って、函館に来航した。アンテリオー号に乗船していた人物は、ライスの他に船長である東カという名がいたという。 記録がある。状況が把握できなかった函館奉行は、来日した翌日に、ジャガイモ2票と、梨2箱を、補給圧旋に当たった。ライスは返礼として、小動物危険銃一式を、函館奉行への贈答品として差し出した。江戸幕府は当時下田の外国奉行であった、井上清司司とハリス総領事との対話書を、函館奉行に送付した。また返礼として、 下田から函館への所管が届いた。これにより双方の意思疎通が可能となり、老中、堀田正都氏は、函館に仮死宿しているライスの処遇により通達書を、函館奉行に送付した。この明確な決定と指示で公式にライスが函館に永住することが保証された。ライスは、来航から約8年経った、文久3年12月10日に、 初代函館駐在アメリカ領事に就任し、明治維新後の明治4年に辞任するまで、搾乳法や羊の飼育法、西洋式の選択法を日本人に伝えた。また、当時は、まだ珍しかった肉食や身の回りの世話をする女性の要求などで、一挙一動は注目を集め、領事以外にも、兄弟や息子と共に生事を営んだ。ありがとうございます。